どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。行きましょう。試合行きます。中日戦ですね。さあ未だに、リアルスピードが打てないやばい。打率2割上がんねえな。行きます。2割の上を超えるために頑張っていきましょう。第1打席、思い切ったスイングを見せてもらいたい。はい、行きましょう。打率1割7分3厘。リアルスピード。うぅ、でも焦っちゃダメ。こういうのは焦っちゃダメ。いいとこ、よし、深いとこ入った。いっ、で、で、で、おぉ、いいね。よしよしよし、まず1安打。よしよしよし、いいぞ、シングヒット。チャンス拡大で2点リード。さあ、そして、はい、第2打席。ワンアウト、ランナー1塁。センター前ヒットなんだね。おっと、これはダメだ、ピッチャーゴロでした。一瞬なんか、外野、行ったんじゃねえと思ったけど。まあいいや、進塁だ。ほい、第3打席。ワンアウト、ランナー1塁。また進塁だ。ゲッツーだけは避けよう。セカンドにボールが行きすぎるっていう癖があるから。しっかりとね、タイミング見計らって、行きたいなと思うんですけど、ダメか。ショートフライ。ボンダ。でも一応なんか進塁打でもプラスにはなるから評価が。まあまあまあ、あれ意外と点差が縮まってきたぞ。ピッチャー変わりましたね。盗塁、待て。はい、待ちまーす。ちょっとストライクだったら援護して。債務士ではないでしょ。オッケー、盗塁援護。よしよしよし。入ってきたな。どうだ、じゃあ抜けない。今抜けて欲しかったな、センター前。まあ、進塁だ。はい。意外と評価は高い。追いつかれて。さあ、第5打席。4打数1安打と。外野へボールがほとんど飛ばないというね。さあ、ゴロが多いな。どうだ？よーし！センター前！チャンス拡大！スタートランナー、1、3塁行く！大丈夫か？おい。おい。まあ、俺悪くないからいいや。いや、どうなんだろう、それも。はい、そして勝つと。いいね、2安打、今日は。おい、出場9、勝利9と。プラス、1.7 倍、これで。結構悪くないね。おい。スコアラー報告。リアルスピードで 1.7 倍と。これ別になんかこう、なんだろう、勝手に、実はなんか難易度とか、急速下げてたとか、そういうのが、なんだろう、バレるからいいよね。わかるから。ちゃんとその後の 1.7 倍っていうので。一応目標としてリアルスピード頑張るっていうのはあるんで、それがね、活かせるのはいいかなと。さあ、パワー上げるか。でもなぁ、839。ミート上げたいなぁ。なんとかミートを上げる方法はないんだろうか。試合じゃない？行きましょう。カープ戦。とりあえず右バッターの、右ピッチャーに対しての対応ができるようにしないとね。右多いだろうから、多分。まだまだ。左でも増えてきそうだな。行きましょう。さあ、打率上がって1割8分8厘。頑張りましょう。うーわー、また惜しい球を。気がついたら普通にセカンドゴロ。いつもの感じ戻ってきたか、これは。さあ、第2打席。ツーアウトランナー1塁。頑張ろう。2割には乗せたい、打率。どうよ。あ、これ上がりすぎ、ダメか、落ちないか、落ちない。くそ。流しちゃってんだな、ボールを。さあ、1点ビハインド。ノーアウトランナーなし。コズロースキー。どうだ、これはダメか。初球打ちをそもそもやめた方がいいのかな、どうなんだろう。ちょっとあかん感じがするな。
おお、逆転。もう一打席来た。チャンス。ワンアウトランナー一、二塁。バントはないかな。そのまま勝負で。いいとこ行ったんじゃないこれ。あー、ダメ。うっそーん、今日無安打か。チャンス問題。うわ、きつい。ミートすればよかった、黙って。あー、一応まあ、勝利球でプラスには、マイナスだけどさ。いや、きつい。難しいぞ。はい、特に獲得できず。はい、もう4月も最終日でございます。行きましょう。いかん。やべえ、どうしよう。ちょっとこのペースじゃ良くないよね。はい、行きます。さーて、下位打線7番サードで出場。さごい。やったんどう？あぶないあぶない、見えてる見えてる。ボールは見えてる。おいおいおい、いいよ、焦んな焦んな。ちょっと焦っちゃダメ、焦ってたね。ミート打ちます、ここは。セカンドゴロー。いつも通り。やばいな、停止すぎて引くわ。さあ、サーパスがかなりリードしている状態。ツーアウトランナー一塁。引っ張っ、な、打率下がってきちゃったな。1割7分6厘。あー、これ上がりすぎてんだな。これでもうちょっとパワー上がれば入ってたりしてるんだろうけど、絶妙なパワーにマックスの弾道ってことはフライ製造機なのは考えてみれば当然のことっちゃ当然のことなんだよね。いや、参った。どうしましょうかね、これ。今よく振らなかったな。この視点で行ってみようか、ちょっと。これならもしかしたら打てるかも。こっちだな、こっちでやってみよう、試しに。もしかしたら変わるかも。まだこっちの方がボール見えたりとかさ、そんなないかな。さあ来い。気のせいだった。そんなことはなかった。もう一打席欲しい。ああ、終わった。延長あるな。ない、第4打席。これはあれか、バント指示出そうだな。出ないか。ないね。これ進塁だ。よし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 。いい進塁だ。オーケー、プラス。25。これで勝てば、勝利球で、かなりプラスになるけど。あー、やばい。もう一、なー、勝ったから、よし。オッケー。よし、プラス13。ヒットが打てん。打率がみるみるうちに下がっていくぞ、これ。はい。あー、なるほどね。はいはいはい。まあ、そうでしょうね。はい。なるほど、なるほど。以上、月間 MVP でした。5月に入ります。そのままカープ戦、行きましょう。いやー。カットバースしていきたいけど、行きます。どっちの視点の方がいいんだろうな、果たして。その、今の、なんでしょう、この、キャッチャー視点で言うべきなのか、それとも、まあ、ある意味の、そのなんだろう、不覚視点で言った方、不覚とはちょっと違うか。まあ、そういう視点。こっちの方が、いいのかな？無理だ。こっち打てねえ。これでいきます。さあ来い。セカンド抜けなー、抜けたし、やった。はい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 。まずはね、いいよ。先頭打者出塁。とりあえずはプラス2。さあ、第2打席。行っちゃいましょう。負けらんないね。143キロでも振り遅れてるんだよな。難しいとこなんだけども。どこ？無理か。くそ、キャッチャーフライは痛い。お、逆転した。サーパス強えな。
最後打率が上がんないから、おお、ファールでよかった。右投手で確実に打率を上げる方がいいのかな、これは。まあそうだったら意味ないんだけどさセカンド、またセカンドかよっていうね、多すぎるよね。ちょっとセカンドフライ、セカンドゴロが勝ったからいいけど。よし、68の 1.7 倍ね、結構美味しいんじゃない。はい、おい、お、スラッガー2リアルスピード 1.7 倍、いいね。よし、このペースでどんどんやっていこう。次回へ行きます、お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。